ヒロタン、ユータン、タツン、こんばんミスティ、こんばんミスティ、タツンがゲストで来るということでぜひ聞いてみたいことがあったのでメールさせていただきました。はい、何でしょう。今回別れる二人の愛の劇場でユータンが人生で初攻めだということだったのですが、栄えある初攻め相手に選ばれた感想をお聞きしたいです。また収録前でしたらユータンに言っておきたいこと、収録後でしたら、ユータンに攻められた感想を教えていただけるととても嬉しいです。まあそうですね、あの収録はもう終わってしまったんでね、終わりましたね。ちょうど知らなかったんですよ、あの初攻めだったっていうのは。全然知らなくって普通にプレイいたしましてですね、いたしましたね。そうですね、それを聞いた後に思ったのは、あ、美味しかったなと。あ、美味しかった。優しく僕はもう包み込んであげる感じで食べちゃった。美味しい、ね、俺が味わう側だったんじゃないのかな、ね、あれ僕はもう美味しくキュッ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 締めてあげました。いやでも俺もスタッフから聞いたけど、はい、なんとなくカジ君が責められてるみたいになってたよね。そう、なんかね、これおかしな話なんですけど、うん、まあ、僕は受けだったわけですよ、うん、で受けでインサートされるわけじゃないですか、はいはい、要するにこっちの方が気持ちよくなるわけですよ、うん、まあ、もちろん入れてる方もそういう気持ちはあるかもしれないですけど、だから自分の方も気持ちは高ぶってるはずなのに、カジから漏れ聞こえてくる声を聞くとだんだん俺声出しちゃいけないのかなって思えてきちゃう自分がいて、いや違う、俺ダメだ、俺が出すんだと思いながら、もっと出してくれたんですよね。そうより俺は気持ちよくなろう。それを聞いてこう先輩の優しさをすごく感じましたでもほら別にインする方だって気持ちいいわけだからさ。そう、まあ、人間の大人になっていくとね、まあ、だんだん言い訳ってものがうまくなってくるまあでもほら受け身がまだ重ねるか、あの次ありましたお待ちしておりますいやでもね、なんかすごく新鮮でしたね。実際僕はやってる時知らなかったから、その要するに初だとかどういうのっていうのは、別に初だからなんか変わるってことじゃないけど、でもなんかこう、あ、カジとこうやってやれるっていうのも初めてだったし、メインとこうやって絡めるのも、だからそれがすごく新鮮でしたね、全体的に言えたのが。でその中でやっぱり僕も随分若い方ですから、それよりもより自分よりもまあ若いというか、まあカジは下に当たりますけど、でもそういうところでなんか出てきたカジとかと実際こう演技で絡めたりとかするっていうのは、などすごく自分の中で新鮮だったんですよ。そのめったにある光景じゃなかったので、まあ、確かに基本的にね、上の方が、ね、多くなっちゃうから、そうなってくるとやっぱりこういう風に新しい世代とも自分は絡めるようになってきたんだなって思うと、すごくちょっとあったかい気持ちになるんですね。なるほど、ある意味でね、いい話出ちゃいましたよ、ね、いい話、まさかのいい話が、そんないい話が、ね、出たところで、ね、もう一つ紹介していいですか。何でしょう。ミスティーネームはハールさんからいただきましたね。下さん、カジさん、達久さん、こんばんミスティ。こんばんミスティ。カジさんに質問です。攻めと受けとどちらが演じやすかったですか、実際やってみて。受け受けだってそれはさ、まあ、経験が違うから、やったことなかったから、されてばっかだからさ。そうだね、もう本当ちっちゃい時、ちっちゃい時からっていうか、まだかなりこのもっと若い時、ごめん俺ちょっとそこまではちょっと組んでやれなかった。違うですよ、すごいな、この発言抜粋されてさ、なんかどっかにあげられたら君本当誤解受けるよ、うん、みんな攻めがいいよはい、意外と俺どっちもよくやるから分かんないですよ。あ、達成さんはそうですよね、うんうん、下野さんは完全に8割受けですよね。9割受けだね。うん、あ、どうなんですか。どっちもお仕事としてもらえればちゃんと攻められるんですか。頑張るよ。ちょっとじゃあ教えてください何をどう教えるの。本当に分かんない感じで言っちゃったんですよね。あ、そしたらいつもの癖も出たよね。そうだね、まあ分かった、じゃあそれは今度レクチャーして、うん、教えてあげるよ、はい、なんか手取り足取り腰取りなこんな二人が出演している別れる二人の愛の劇場は絶賛予約受付中ですので、よろしくお願いいたします。来週は8月作品の本編がちょっとだけ覗ける CM をお届けしますので、お楽しみに。ひろたん、ゆうたん